みんなご飯の時間かな。グーしてんの。はいチーズ、はいチーズ、飛び込むんだ。わー、ピザ。いけいけ、頑張れ頑張れ。1、2、3番。3、よくわかった、正解。あれは父さんかな。あ、これがお母さん。お母さん、捕まえて。お、上手やん。葉っぱ食べて、葉っぱカカカカカ。さっきコアラさんも食べてたな。アイちゃん木登りして、へえー、そう、オッケー。いっぱい生えてるでしょ、森に行ったら。木があって、下にこうやってクマさん寝てるんだって。なんで？下だったらあったかいんだって。だから寒い時は寒いよして、アイちゃんお布団入るみたいな感じで、クマさんも木の下で寝てるんだって。へえ。アイちゃんのこと見てるやん。本当だ。鼻ピクピクしてんね。真似して、こんなして、もう一回やって、そう。顔よ、似てるじゃん。びっくりしてた時は、あ、丸まったね。緊張したらグイーンってほら上がった、わかる、うん、だからこことかもこうやって上がってたら緊張してるのかなって思ってあげて。うん、オッケー、オッケー、ありがとう。え、おっきいね、うん、うんちが。ゾウさん、あら、おしっこもしてるよ。アイさっき見たもんね、ゾウさんのおしっこしてるとこね。うん、アイちゃんもたまにするじゃん、コロコロうんち。うん、シマウマはちっちゃい、ちっちゃい。ウサギさんのはちっちゃい。アイリー、トラさんはでっかい。ココノみたいだね。何こんうんちしてるんだ。カメもこんな大きいうんちすんだ。うん、ヘビ、ヘビも、これヘビさんのうんちだって。これなんだ。それはクマさん、ヒグマ。これなんだ。それはコウノトリ。見て見て、なんか三河健一さんみたいな。うん、そうだね。これは大きいね、ゾウさんだってよ。アイちゃんこっちには見て。ライオンの目にして、ライオンの目。映ってるパパ。これは、あー、映ってた。いた。うん、およ。転んじゃった。はーい、ガーわ。はい、さっきのクマさんとかライオンさんみたいにしてよ。ガー、こっちに。う、暴れてるぞクマさんが。怒ってんの。ああ。